どうもティラミスです。今回は新しく追加された新武器ラクト450を使っていこうと思います。なかなかおしゃれな名前してるんですけど、新しい弓ですね。でこれ性能がすごい面白くて、まずこの塗りを見てほしいんですけど、マジでめっちゃ塗れるんだよね。最初使った時、これおかしくないみたいな塗りが強すぎてびっくりしちゃったんですけど、本当に塗りが強いです。まあ、1か。で、しっかり当てると1角出ます。1角出るし、塗りも強いし、しかも、マルチミサイルもね、ついてるんで、マルチミサイル3でもちょっと使った感じ、普通に強いっていう2の時にぶっ壊れだったんで、3で弱体化されてるかなみたいな思ったんですけど、普通に、マルチは強い。これやりたいな。ナイス。で、普通の弓は地面に攻撃すると、弓矢が刺さって爆発みたいなするんですけど、この弓は地面に刺さりません。多分地面に刺さっちゃうと、さすがに強すぎるからっていう感じで刺さんないようにされてる気がする。射程長すぎだろ。短いとか言ってたけど、思ってるよりも長い。オッケーオッケー。やばい。強すぎる。塗りもできるし、キル性能高いな。やっぱ一角出るのって強いし、射程短いんだろうけど、チャージキープって実質射程伸びるみたいなとこあるから、前出てね、撃ったりとかしたら。短いけど、チャージキープのおかげで、ごまかせる。オッケー。ナイス。お話してたら試合終わった。これやばいよね。塗り武器かキル武器か、よくわかってない。塗りまくって丸みさ打ってても強いし、ガンガンチャージキープで前出てキル狙いに行っても強いっていう。これ、ぶっ壊れ説出てる。マサバ海峡大橋のガチャグラ。このステージまだ数回しかやってないから、ワクワクする。あ、相手にお風呂いる。お風呂を、初めて当たったかもしれない。お風呂解放してる人、あんま見ないんだよな。で、初動丸めさ、撃ってみよう。今、スペゾー1積んでるんですけど、どんなもんなんだ。約10秒か。スペゾーガン積みとかしたら6秒ぐらいで、強っ。めっちゃ荒れた。このステージ、横に長いから丸めさが、多分強い。ロックしやすいから。あ、マジ、届かないか。チャージキープしっかり使っていかないとダメだな。普通に撃ってるだけだと、ちょっと射程短く感じる。ふっ、あーでもこういう動きも全然あり。後ろで塗りまくるのも全然強いけど、チャージキープやっぱ強いような、こう考えると。前出る動きも、チャージキープのおかげで成り立つから。普通の弓は絶対前出れないもんね。リードされちゃったけど、81だったら、ドリンク失礼します。これ借りたいな。うわ、そこ上がれんのか。危ねえ、ナイス。丸みさ溜まる。今入れて、カーリング相性いいな、地味に。足場塗るときに、言うてシューターと違って、ちょっとだけ硬直あるから、そういう時にね、カーリングだと一瞬でさーって足場濡れるから。弓と地味に相性がいい。快適、カーリングボム。いや、このステージやばい。丸見さんロックしまくりなんだけど。やばいやばいやばい。通報されたらどうしよう。丸見さんで打ちすぎマンで。3初日でこんなに丸見さん打ってるの絶対俺だけだ。まるみさん、安定の楽しさ。ドリンクもらうよ。30ぐらいまで進めたいな。カウント、言うてしょぼいから、キルはめっちゃ取れてるけど。危ね。ナイス。乗るか。中央塗りつつ。まるみさん。いや、たまるな。溜まんないって言おうとしたけど、塗り強いから、すぐ溜まってしまう。いや、ここマジで、全部ほぼロックできるのいいな。
あっす。エナジードリンクマジで味方にいると、ありがたすぎる。やられても復活早いって普通に、やばいよね。一番味方に、嬉しいスペシャルだ。エナジードリンク間違いなく。え、すごいなんか、怖い。殺意が伝わってくる。怖い、あのワイパー。いや、これ乗らずに、丸めつか。うわ、危ねえ。なんか、段差みたいになった。いや、この試合でもちょっと怖いなぁ。カウントが、全然進んでないから、ちょっとデスしたら負けそう。ちょっとまずいか。オッケーオッケー。いや、やっぱ射程長いな、言うて。これ多分止めれるっしょ。丸見えすから。みんなで止めに行きたいな。これカバーできるっしょ。うわ、これみんな引いてたのか。うわ、これやらかした。みんな引いてるんだったら俺も後ろから撃てばよかったな。まあ、味方が俺と一緒に前出るのもありだったけど。いや、すまん。うわ、ヤグラやるべきだった。やれなかったのが。いや、まだいける。31だったら全然。で、中央塗り状況までおかげで丸みさすぐ溜まる。いや、ちょっと前出たいな。言うて、この試合、丸みさで塗りまくってるだけだから。いや、ワンチャンある。俺絶対諦めないからな。相手は勝ったと思ってるかもしれんが、俺はマジで諦めない。いや、この丸みでかいよ。ナイス、ナイスすぎる。これいけそう。丸みたまるから。で、ちょっと前出る。ナイス。丸みまで生存してほしい。頼む。生きて、生きて。射程短け届けや。さあ、じゃあ。危ねえ、マジで。大逆転すぎるだろ。よく勝ったな。最後みんな頑張った。俺も頑張ったし、味方も前でキルしてくれたし、生存してたしな、何より。生存してくれて丸見つけてたから。この連携ナイスすぎた。初大逆転勝利です。スプラ3。という感じでね、本日の動画終わっていこうと思います。弓ちょっと強いかもと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。